ットさーお疲れ様です。今日は2020年の令和2年6月12日の金曜日になります。みょうけんチャンネルのみょうけんです。そして、リーネとデートしてきましたアノニマスです。あ、はい。というわけで、今日は何の日？相変わらず食べ物ですね。今日はパンの日です。パンです。東京都中央区日本橋兜町に事務所を置き、パン食の普及宣伝活動を行うパン食普及協議会が1983年の昭和58年3月に制定。私が生まれた年だ。1842年の天保13年、だいぶ昔4月12日、伊豆の国、現在の静岡県の韮山代官っていう、江戸幕府の直轄領を支配するために設置された役所ね、これは。で、西洋流兵学者であった江川太郎左衛門秀達っていう人がいるんだけど、軍用携帯食料として兵糧パンって呼ばれる乾パンを作ったと。これが日本で初めて焼かれたパンって言われてます。そんな歴史があったのね。この日を記念して4月12日をパン記念日、毎月12日をパンの日としていると。毎月12日でした、すいません。パン食を一層普及させることが目的。この日には全国のパン屋においてイベントやキャンペーンを実施してる店もあるよってことらしいね。なるほど。というわけで今日、6月12日誕生日の有名人、これ私ら世代は絶対知ってるんじゃないかな。松井秀喜です。そうなんだ。だいたい知ってるよね。ことあるごとになんかテレビで出てきてたから。ちなみにこの人は90年代から2000年代の球界を代表する長距離打者です。2013年には国民栄誉賞受賞、愛称はゴジラですね。まあ後にニューヨークヤンキースに行って今は現役引退してます。でその引退後はニューヨークヤンキースの GM 特別アドバイザーってのをやってるみたいです。この一人になります。そして次、6月12日誕生日の歴史上人物、まあこの子もそんなに知らない子はいないんじゃないかな。知らない人かな。アンネ・フランクです。全名はアンネリース・マリー・フランクっていうらしい。アンネの日記の著者としている人っていうか子だね。で知られるユダヤ系ドイツ人の少女。次、6月12日誕生日のアニメ漫画キャラクター一人、中二病でも恋がしたい高梨立花です。誰だっけ。最近拘留されたあの京アニ放火殺人事件の犯人が放火したとこ、京アニが作ったところですね。作ったやつです。というわけで今日6月12日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。ではまた。